黒井駅は青森県黒井市にある広南鉄道広南線の駅である。駅番号は KK13。なお、当地にはかつて現在の黒井駅とは別に国鉄黒井線の黒井駅が存在し、両駅は隣接していた。この項では一部国鉄黒井駅についても合わせと述べる。東端式一面二線の地上駅。ほとんどの列車は一番線から発車する。 黒井線が乗り入れていた時代は2面4線の形態で4番線に発着。3番線は留置線扱いだった。構内には黒井線の車両が使用した県車庫がそのまま残されている。2014年現在、黒井線の車両が使用した給油スタンドは撤去され、駐輪場となっているほか、黒井線のホームは自由に立ち入り可能となっている。また、 ホームの一部もトイレ増設により改良されている。社員配置駅で出発窓口と自動券売機一台がある。駅舎に併設する形でコープ黒い点がある。かつての国鉄黒井駅は現在の駅の北側に数十メートルの位置に並行して存在していた。一面一線で駅舎はホームに直結していた。他に気回り線や貨物ホームがあった。 廃止後駅施設は解体され、区画整理を経て、葬儀場や住宅が建てられた。広南鉄道は、黒井駅に隣接する2000平方メートル余りの土地を所有しており、この土地に、コープは大森黒井店があったが、赤字や老朽化などにより2020年6月に閉店し、同年12月中旬までに解体された。当で先に開業したのは、黒い線であり、 駅の開業も国鉄黒井駅が先で後から到達した広島南鉄道の駅は当初広南黒井駅を名乗った国鉄黒井線が広南鉄道に譲渡された際広南黒井駅へ統合することとなり黒井駅は廃止されたその後に広南黒井駅が黒井駅へ改称している黒井駅前案内所黒井駅前案内所は黒井駅前にある 広島南バスの案内所である。ありがとうございます。